九十ハイクの穴場ルート、赤川登山口から扇ヶ原までのルート、下山後の赤川温泉は最高でした。はい、ソロ活大社のアウトドアチャンネル、最近の、スタイルはキャンプ&ハイクというスタイルですね。今回はキャンプ場が赤川登山口の近くでしたので、翌日赤川登山口から、片道2時間かけて、九十の大木ヶ原まで親子ハイクを楽しんできました。今回のですね、撮影の使用機材は赤楚さんよりですね、ご提供いただいた赤楚ブレイブ7というアクションカメラ、こちらを使っております。付属のリモコンもあってですね、こういった形でセルフィー撮影もできるという優れもののアクションカメラです。赤川登山口の駐車場、30台から40台ぐらい車が止めれそうな雰囲気です。例年人気の牧野と登山口の駐車場ですね、あちらに比べるとすごくやっぱあそこは多いんですけども、いくらか止めやすそうな雰囲気です。到着したのが朝7時ぐらい、準備をして出発したのが8時ぐらいだったんですけど、まだまだなんとか止めれそうな感じでした。ただ、あんまり朝ゆっくりしてると止められなくなってしまいますのでね、こちらの点はご注意ください。あとこちら、トイレがあるのも大変ありがたいです。もう一つのおすすめポイントはですね、こちら駐車場のすぐ近くにですね、実は赤川温泉赤川荘というおすすめの温泉がございます。こちらは動画の最後にですね、ちょっとご紹介させていただきますので、合わせてご覧ください。はい、ソロ活大社のアウトドアチャンネル、赤川登山口の方から、今回は扇ヶ原ですね、九十三州と我々にはレベルが高いんでね、そちらを目指したいと思います。赤川登山口からですね、扇ヶ原へのルートはもう一本道のルートですね、大変わかりやすいです。ただ最初のですね、分岐の部分、登山口に向かうんですけれども、右手側の方が、赤川温泉の方、左側の方が一応扇ヶ原、九十三方面のルートになっております。はい、赤川登山口からですね、九十三の方へ目指すルートもあるんですけども、九十三の方は結構の最後のですね、急登が、きついということでしたので、我々は扇ヶ原方面を目指すことにしました。どうですか、初めての扇ヶ原。はい、我々ちょっとルートの下見てですね、山っぷの地図なんかもよく見るんですけども、迷いやすいというルートですね、草があんまり茂ってなくてですね、そんなに分かりませんでした。はい、分岐に差し掛かりました。九十三の方向と、扇ヶ原のね、方向のちょっと分岐になります。我々はちょっと九十三黒土で滑るという口コミもいろいろありますんで、扇ヶ原に向かいたいと思います。ゴールデンウィーク九十結構激混みかと思ったんですけど、赤川扇ヶ原ルートはね、もうガラガラで誰もおりません。もう快適、鳥も鳴いてる、人とすれ違わない。はい、最初の黒土エリアを抜けると、形でね、開けたお花が咲いているところにも差し当たります。こういうふうに低山っぽいルートから草原みたいなルート、丘のようなルートって楽しめるのがこのルートの特徴です。はい、樹林帯にを出るとですね、こういう開けた感じの、ね、日なたに出ます。はい、扇ヶ原に向かう途中のね、景色、絶景ですね。最後、今雲の上にいるかも。
かもしれないですね。阿蘇がですね、バッチリ見えるんですね。景観が非常に綺麗なのでおすすめです。はい、途中こういう黒土のね、滑りやすいルートあるんですけど、ちょっと迂回路あったりするんでね、工夫して登っていくと滑りにくいと思います。はい、こちらのルートちょっと注意点なんですけども、赤川登山口から扇ヶ鼻へのね、ルートの部分、どちらかというと扇ヶ鼻の、山頂の手前なんですけど、黒土で大変滑りやすいポイント、詳しいポイントはですね、一応ブログの方でも一応紹介しておりますので、合わせてブログもご覧いただければと思います。もうすぐ山頂になります。いやー疲れた。秋野と登山口の方から合流してくる分岐の部分ですね。もう風が強くて何言ってるかちょっとわからないですね。一応ここからですね、もう目と鼻の先に、扇ヶ鼻のピークがございます。この先に行ってみて、ちょっと山頂を見てみましょう。草原地帯を歩いている時はですね、大変晴れだったんですけどね、もうまさしく雲の中っていう感じで、風がもう強くてね、子供たちが逆にはしゃいでおりました。山頂はですね、広くて非常にゆっくりできる感じです。一応風をね、大きな石でちょっとしのいであげるとちょっとゆったりなんかもできるんで、おすすめの山頂スポットでございます。はい、赤川登山口にね、戻ってまいりました。時間が今12時半、出発が8時近くだったんで結構ダラダラモードだったんですけど、親子登山にはこれぐらいがいいんじゃないでしょうか、ね。今からこちらのね、赤川温泉、赤川通りちょっとシュプロ浴びようと思います。曖昧に時々晴れたりもしたんですけどね、晴れていると大変遠くが見渡せていいスポットなんだろうかと思いますが、今回はね、もうちょっとおやつをね、軽く食べて下山することにしました。下山後の楽しみ、こちらはですね、赤川温泉、赤川荘、非常におすすめのスポットでございます。こちら大人が1000円、子供が700円、まあそこそこしますが、飲泉もできる、まあ飲むことがねできるのと、1人当たり2リットルぐらいのね、ペットボトルでお持ち帰りもできるようになっております。この飲泉、人によってはね、非常にちょっと癖があってね、飲めない人もいるかと思いますが、九十の山の水もね、少しちょっと飲めたりするんで、両方楽しまれてはいいんじゃないでしょうか。こちらの温泉ですね、もう何より特徴的なのが、温泉なのがもうコバルトブルーで非常に綺麗なんですね。一度は行ってみることをお勧めします。はい、ソロ活動者のアウトドアチャンネル、今回はですね、親子ハイクということで、温泉と、そこまできつくないハイクが楽しめる赤川登山口から扇ヶ鼻ルートのご紹介でした。赤川温泉も一緒に楽しまれると
子供さんも大変喜ぶと思います。それではこちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。